おたどろ、メノウの玉じゃ、メノウの玉、ほれ。まあ、梅干し。どこにあったのです？御殿所の風呂の中にの。が、米びつ、味噌だるは空じゃった。家人らが持ち逃げをしたと見える。これが戦に負けるということか。寂しいの。いつ来てもにぎやかだったこの浮田様のお屋敷が、今では我ら三人だけ寂しくなりました。昼毛はまた芋粥がゆでもよろしゅうございますか。おうおう、上々吉じゃ。贅沢は言えぬ。逃げ落ちた老頭らも山中でひもじい思いをしているであろう。ろくな働きもせず減りおる困った太鼓じゃ。何のシリ様はお殿様の仰せの通り、最後の一人となっても若様をお守りしている仁王様のお働きでございますよ。いやー、とんだ老いぼれ仁王じゃ。が、先の諸越攻めの折には七本槍に数えられしこの種類だよ。高麗軍の総大将を生け捕りにして大手柄を立て申した。こたびもお呼びとあらば関ヶ原まで馳せ参じ、徳川勢を蹴散らしてや。あいたたたた、夜年並みじゃ。いかがいたした。え、何でも。おう、いや、時に平五郎君はまだお休みか。はい、首里様。お、若様は夜中眠れぬのではございませぬか。うん、毎朝目が腫れて、それに寝汗をおかけになるのか、体の内側に汗もが真っ赤。夜通し泣いておられるのかもしれんの。実の親にははぐれ、大阪城からは放逐され、夢定かに見えぬ浮き目取りとは平五郎君のことよ。実の親にはぐれ、うん、あの若様は太閤殿下の和子様ではなかったのですか。だって大阪城では秀頼君と二人両若様と呼ばれていたではありませぬか。まことは大崎の少将のせがれなんじゃ。大崎、うん、伊達様の。下が政宗め、殿下にお育ていただいたご恩も借りみず、こたびの戦に組みしはこともあろうに徳川石田三成殿が土発点をつくのも無理からぬこと。いや、それでな、この屋敷に移され囲われの身となったのじゃ。勝ち負けが役であればお命さえも危うかった。若様。おお、空の和王さんも吹き止まり、仮金が渡った。はははは、これはお目覚めですか。お作文はございませんか。あ、そうそう、あの長持ちに同福がございましたな。母屋から持ってまいりましょう。太田、なぜその花を摘んだ。遅咲きの花にも命があろう。かわいそうではないか。若様、この花は生まれ変わるのですよ。生まれ変わる。ムクゲを日干しにして、ただれた皮膚にこうして一夜当てておきますと、次の日には赤子のような肌になる。花は花としての役目を終え、人の肌となって生まれ変わるのだと小西の父から教わりました。花は花としての役目を終え、
生まれ変わる。おたわ殿はムクゲの化身かもしれませんの。え？身も心も真っ白じゃ。さて、何に効くかの？私はお薬にはなりません。日干しも嫌です。ん？ははは。若様、ここへおかけなされませ。びっしょり。おた、世の父は恩知らずか。え？今首里が申していたであろう、太閤殿下のご恩を忘れたと。私はご政治向きのことは分かりませぬ。伊達の父とは幾度か対面したことがある。あのような男いなければと思う。キャツは片目が見えぬのではない。眼帯の奥に緑色に光る羅刹の目を隠していて、その目で世を射抜くのだ。遠くからでも射抜くのだ。だからキャツの前に出ると身がすくんで何も言えなくなる。世の父上は太閤殿下お一人でいい。見た目で人を断じてはいけません。若君と血を分けたお父上なのですから、きっとお優しいところもあるはず。私の父も武将でした。鋭い目をして怖かった。けれど父の胸は大きくて分厚くて暖かくて、私を守ってくれる世の中にたった一つの盾だったと、おたわは後になって気がついた。父上が天に召されてから。そなたの父は小西行長ではないのか。私は拾われたのです。小西の父は養い親。そうか、拾われたのか。世と同じだ。今度はお母様のお話をお聞かせください。どんな方なのです？夢の中によくお立ちになる。京にお登りになったと聞いて城から抜け出そうとしたことがあったが、追事が高すぎて。お別れしてもう6年。生きているのに金輪の果てより遠いところにおわすのだ。では若様に。はい。
なんだこれは。数珠か。ロザリオと申します。ロザリオ。これを身につけていれば母様に会いたいという願い、ゼウス様が叶えてくれましょう。これを持っていれば母上に会えるのか。若様、あの歌を歌いましょう。またあの歌か。世には難しくて歌えぬ。おたあが何度でもお教えしますよ。矢後七、矢後七ではないか。おお、源之丞殿、おやじ殿。おお、お主一人か。漁師のふりをして琵琶湖を小舟で渡った。屋敷の様子を探ってくるように殿から仰せつかったのだ。おお、殿もご無事か。いや、屋敷はこの通り盆付けの空じゃ。腰抜けの留守居めらは皆調散し腐った。あ、お主孫の伊織を知らんか。源之丞の忘れ形見よ。お馬回り役として殿のおそばにお仕えしていたのだが。知らぬ。近所は15、6人もおるからな。おお、さようか。いや、もとより命を捧げてのご奉公なれど、まだ15、初陣じゃ。生かしてやりたい。時にその動物はどうした。随分贅を凝らした品だが。いや、これはわしが先代から廃止たつまつったものだ。親父殿、わしを小馬鹿にするのか。ご七の家は豊臣家の城門ではないか。これはまさしく法太公からの下され者。さては伊達の小せがれがまだここにいるな。いや、お修理お戻りになった。嘘をつけ。この屋敷のどこかにいるはずだ。言え。なんだ。何を出し抜けに。貴様に撃ちされるいわれはないわ。平五郎君をお守りするはこれ。この通り殿様からのご加盟だ。いたとしても主には教えぬ。殿のご加盟だと。主はまだ知らぬのか。今考察は黒山の人だかりよ。石田城、小西摂津守は捕らえられ、明日六条河原で打ち首と決まった。明日来るか。浮竹も同じ定めよ。相番絶景もう仕組んだとどこにも合わさぬ。そんなものクソッチ闇にしかならねえ。くっちゃ。正宗と家康の一連特集をここで仇を取らずは一生の不覚。矢越し許さんか。どけ。なぜここに女が。誰だ。若様、こちらへ。待て。
たとえ根性にして家紋は大しとる。もののふの中がして、殿からのお加盟なれば、平九郎君に指一本触れさせる。さあ、ここから入れ、わしの前に二度と姿を見せるな。その前に関ヶ原の土産話を聞かしようぞ。主の孫伊織のことじゃ。キャツは伊吹山の山中で一人取り残され、敵に囲まれた。身ぐるみを剥がされた挙句、木に逆さつりにされてめった突きにされたのよ。が伊織がなぶり殺しにされるのわしだけではない、殿も見ていた。勾配どもも木の陰からじっと見ていた。誰一人助けるにはいかなんだ。伊織を見殺しにして自分らだけが生き延びたのだ。それでも主は忠義面し腐るか、死生は死生と抜かすか。そんなものたぶらかしじゃ、もののふの道、けたものの道だ。様、目を開けてよく見るのです。人が人を殺めるということを。おた殿、そなた恐ろしゅうはないのか。もう慣れました。え、私の父母も目の前で殺されたのです。何、獣にはならぬ、戦はせぬ。
約束するぞ。平五郎様。だて平五郎様はいずこにおわしますぞ。徳川家家臣本田平八郎。同じく柳生又右衛門お迎えに参上つかまつりました。平五郎様はいずこ。平五郎様、わしに代わって若様をお連れ申してくれ。したくよいか。雪長殿の娘とは有名名乗ってはならんぞ。いやじゃ、わしは行かぬ。家康のもとには行かぬぞ。そうだ、我らここから逃げよう。西へ下れば庇護してくれる大名もあろう。言えません。首里は。なぜ。このまま徳川に服しては恥の上塗りではないか。お許しくだされ。首里には会わねばならぬ者がおります。会わねばならぬ者。はい。若様、ご覧くだされ、あの淀川を。戦乱の世にあってとうとうと日に輝いて美しい流れではございませんか。岩場を走る細き激流がやがて悠々として迫らざる大河となる。人の一生も水に同じ。流れがせき止まれば水は淀み濁るもの。決して止まらず、決して逃げず、どこまでも堂々と進み行けば、いつの日か岸辺にて必ずや。恋しいお方ともまみえましょうぞ。よいお子じゃ。首里はようやく彼岸にたどり着く。ご覧くだされ、向こう岸に我が孫が待っております。おいとまをくだされ。愛に行かせてくだされ。だて平五郎様はおりませぬか。お迎えに参りました。平五郎様、平五郎様。お侍たちがこちらへ向かってくる。え、首里様。首里、おたどろ。首里太夫勝右衛門、最後のご報告じゃ。我が息の根のあるうちに、殿からのご加盟なれば、若君の無事の引き渡しを見届け。さあ、はいよ、お連れ申してくりゃ。はいよ。はい。シュレア、シュレア。あれは平五郎様では。おお、伊達の若君でござりまするか。いたぞ、ここにおられた。ご無事だ。
殿、まだお休みにはなりませぬか。明日はいよいよご出陣。ここ江戸から宇治のご本陣まで、よう日についでの行軍が待っております。今宵は早御子遊ばされて。清兵衛、世は戦には行かぬ。けだものにはならぬぞ。けだもの。たぬき親父の計りごとに軽々と乗るほど、世は愚昧ではない。家康め、国家安康の名分が徳川を呪詛しているとよ。さようなざれごと、よう考えついた。道理のない戦を仕掛け、幾千幾万の命を奪うなど、けだものにも劣る。世は父上の、家康の尻馬に乗る父上のお気が知れぬ。恐れながら殿は、利害の利というものを今こそ知るべき時かと。利害の利、右門に生まれるということは実に悲しゅうござる。人は生来五欲三毒の煩悩に駆られ、縄張りを引き、不全君の虜となる。我らもののふが、時にひとたることを捨て、けだもの以上のけだものになるは、ひとえにこの不全君を断ち、世界を真に寧楽に導かんがため。こたび大阪への参陣は、戦のための戦にあらず、戦を終わらせんがための戦にござる。これすなわち利害の利というもの。逃げるではなく、戦うことで、けだものの徴領する戦乱の世に幕引きをしてはいかがでござりましょう。逃げるだと？大阪におわす秀頼公は、我が兄弟も同じ。淀の方様は母代わりとなり、よう育ててくれたお方ではないか。犬猫とて我が親、我が兄弟に牙は向かぬもの。世にガキ道に落ちよというのか。矢民の凋落は金貨一日の絵。誰が抗おうとも止められませぬ。つる花となるか、咲く花となるか、とくとご思案くださります。
十万石、十万石でござる。秀宗様が伊予の板島十万石を拝領つかまつった。たった今、庄右衛門様が先に帰られて申すには、こたびの大阪での軍功を称され、将軍家直々に事業を下したまわりしとのこと。秀宗様は国持ち大名にご出世でございますぞ。さようか。片倉様、どちらへ？航路を出してまいる。は？秀宗様が国取り金石時は空抱きして迎えよと、殿がご登場前にこれ、この香木を拙者に託し置かれた。航路はお難度の地袋にしもうてあるはず。あの供養文入りの航路でございますか。ヤンベ殿、あまり根を詰められぬ方がよろしいかと。先は長うござる。嬉しゅうはないのかの。ヤンベ様、嫌がる殿を大阪までおっしゃってた甲斐がございましたな。ヤンベ様のご貢献あらずは、秀宗様には岸方も行く末もなしと、ご家中の者には口に渡されど、皆そう思うておりますね。先ほどから何をお考えです。修繕、修繕、今宵修繕に一差し前と清之進様が仰せだ。は？私が？田村の癖がよかろう。大殿一番のお気に入りの前、あっぱれ物見少佐。それは身に余ること。心配すな、稽古する時間は十分にある。大殿は御礼言上のため二条城にお立ち寄り遊ばせよし。お帰りまでまだ一時はある。二条城？はて、御礼とはどなたに？清水にはあらず、駿府城の千手観音が増しますのじゃ。駿府？主は知らぬのか？お内々のお立ち寄りだ。大奥で県政随一のお方が逗留しておるじゃろ。阿茶のおつもね様。戦火をくぐって大阪城内に乗り込み、豊臣と徳川に和議を結ばせしお方だ。ご奉行を前にしても一歩も引かぬ女嬢。さすが大殿、誰を拝めばよいか知っていたのよ。息子の国取りのために。勝ち修羅とはここでするものじゃ。どうれ、徳殿に岩井膳の支度を頼むとしよう。いやさか、いやさか。田村の癖か。さぞななにしよう。花の都の春の空、下にときめけ。桜が目に見えるようじゃの。よいよい、やめずとも。勝ち修羅とは似つかわしいではないか。恐れながら今宵大殿の上覧に供することになりました。何？主が？ははそれは楽しみな。音羽の山に桜が咲く頃は、我ら一門、西と東に枝分かれ。
それぞれの枝先に謎な花を咲かすのかの。片倉様、大殿が式見門扉に決まってその香炉をお出しになるは何か言われでもござりますか。おお、これは心臓の御方様ご居合の品だ。心臓の御方様とは秀宗様のご母堂。そうじゃ、中君を見ごもられしとき京の都におわした大殿から褒美として使わされた香炉だという。さようでしたか。お方様は憂いを秘めた歌人であった。豊臣家に秀宗君を召し上げられてからはひっそりと一間に閉じこもられるようになったが、時折廊下ですれ違うとそこはかとなく白檀の香りがしての。今でもこの顔を嗅げばお方様のことが忍ばれ。もう五年にもなりますか、行方知れずとなられてから。これたわけを申すでない。お方様はお亡くなり遊ばしたのだ。はっ、お許しくださいませ。殿、殿、おめでとうございまする。お帰りがしました。ナムさん、多丼に火を灯さねば。では拙者が。いや、人任せにして粗相があっては一大事。大殿にとっては何にも変えがたき愛の形見なのだ。殿、殿、お帰りを今か今かとお待ち申しておりました。おめでとうござります。和合に拝領とる知らせ、先ほど一足先に小右衛門殿より伝え聞きました。家中一同お祝いを御上せんと広間に集まっております。既得殿も我がことのようにお喜びで、今宵この本陣にて祝い酒をお振る舞いくださるよし、大阪まで進軍した甲斐がありましたな。西国の伊達、東国の伊達、相並ぶようにとは、なんとめでたいご彰子ではございませぬか。もう清兵衛。小右衛門殿はそのお言葉を聞いて伏したまま男泣きに泣いたと。今宵は夜通しのおにぎやかしでございますな。おお、主膳、蔵前の板敷きで待て。清之進様が前の稽古をつけると仰せだ。は、早速ながら殿、我ら船路は初めて、旅支度などもござりますれば、出立の日にち、また追従の連名など一日も早うご決定をあそばしますよ。それは清兵衛に聞くがいい。これは否こと、我ら知らせを聞いたはつい今しがた。海山五百里隔てた上郷に清兵衛が何を知り得ましょう。もう清兵衛、いかがいたした。あらかた定まっているのであろう。早めに知りたいというのだ。伝えてやるがいい。お言葉なれば、僭越ながら私から。殿の入部に先立って第一陣は、明くる正月15日、摂津の泊まり室塚、阿波の文吾殿、小川出雲殿ほか、ここに記されし面々、このやんめが御家人つかまつり、伊予の御机を目指して出版。殿はご乗船めされぬと。殿に代わり拙者がよろずさ、はい、つかまつ。殿のご出船は弥生5日、尼崎大門の裏より、郡左衛門、桜田玄馬と滋賀右衛門殿を筆頭に総勢57騎、御座船一艘、共船八艘に分散いたし、大勢領内
長浜を目指して出征。要する日数は4日と見込まれる。長浜からは陸路を取り、途中この松葉町の刈谷にて一泊、翌日板島入りでござる。なお、お二方は殿と同じく御座船にあり、義経主従に習い、たとえ会場に共盛りの怨霊が現れ入れようとも、少しも騒がず、殿をご守護くだされ。怨霊だと？何をおどけた？清兵衛、主はこたびのお取り立てを知っておったのか？表向きのお達しがあるまで他言を禁じられておりました。他言などと、10年も殿のおそばに仕えた我らではないか。なぜこっそりとでも耳打ちをしてくれなかった水臭い。なお、後ほど広間にて改めて申し上げるが、この清兵衛、先般大殿より総奉行を仰せつけられましてござる。事今私の申し上げることは大殿の申し上げるか。さようおぼし召しくだされ。第一陣の出立までは一月足らず。仙台や江戸に帰りて矢移りの準備、親族との別れもあろうゆえ、明朝明け睦にこの本陣を引き払い国元に下校いたす。明朝明け睦？何をいきなり。よって今宵の深酒は禁物。先ほど貴徳殿にも申し上げたのだが、夕げも早々に切り上げ、皆早めに就寝いたすよ。勝って兜の尾を締めるはこれ武士のたしなみ。浮かれてばかりもいられますまい。我らが浮かれていると？清兵衛、今主の申したこと、すべて大殿よりのお指図であるの。申すまでもなきこと。はい、わかった。さらば、ごめんそらえ。ごめん。主の思惑通りになったな。さぞかし本望であろう。だが世は胸が張り裂ける思いぞ。こたびのことが世どの方様のお耳に入ればどう思われるか。わしは大阪城攻略を型に10万石を手にした。育ての親に弓を引き、斧が立身に走ったのだ。なんという貪欲、なんという欺瞞。さようとも思われません。何？お父上のごとく人の上に立つ者は、内容を透かし見る心の目を持ち合わせねばなりません。殿が上皇位にて人生を施し、三家草木国土豊かに、民のため皆よろず世の安楽を成就するなら、事の真相はその時初めて世に知れ。秀頼様、世どの方様もその時必ずやご理解あそばさず。奇弁だ。清兵衛、奇弁をもって籠絡するのはもうやめてくれ。そちの言う心の目とは、国取りの欲に潰れた眼だ。信号を透かし見るなどまやかしに過ぎぬ。主はいつも口から奇弁の糸を吐いて世にまといつけ、眉の中に封じ込めようとする。わしを飛べぬようにするのだ。一つ無座と人づきつかまつるまじきこと、一つ屋敷の外へ遊山のため無座といで候こと無用に候、一つ高野へいで候ぎ
必ず必ず無用にする。やめてくれやめてくれ、ようさなぎのまま飼い殺す気か。わしは上郡には行かぬ。淀の方様に潔く非道を詫び、秀頼公に二度の忠誠を誓う。世は伊達を捨て真人間になるのだ。無にもつかぬ。何世前事など聞きとうござらぬ。殿はすでに一国を束ねる大名にござりますぞ。関ヶ原の河川以来、安住の騎士に救い上げんというお父上の悲願、その親心がお分かりにならんのなら、殿は墨跡に同じ。真人間など遠い遠い。清兵衛、ならばわしを流天に落としたは誰じゃ。父上ではないか。父上がわしを戦乱の濁流に放り投げたのじゃ。守るべき親が手を離せば子は溺れ苦しむ。わしは上郡には行かぬ。わしの安住の地は秀頼公のおそばだ。三九郎、馬引き馬。ありませぬ。どうしてもと言われるのなら、この清兵衛、ここでご成敗くだされ。眉を食いちぎる勇気あらずば、長馬とて自在には飛べますまい。したがこの眉は八重洲のお屋敷に初めて出仕しておる。大殿より賜りしよう言葉。寵愛のもと、蝶よ花よと育てられ、世間を知らず人となりし我がせがれ、豊臣との良しみを笠に着て諸侯も恐れず盲信するならば、せいでたとえ一死を賜ろうとも、今泊この世にとどまる覚悟で冷めてやってくれ。かしこまったと結びし、忠義の糸にて営まれ申した。黒金より敵眉でござる。その太刀で突きやられよか。我ら家臣のこともお考えくだされ。これはご無礼つかまつりました。平にご用心を。平に。いや、三九郎の申すことは我ら家臣一同の偽りのない心が我が一門にとどまることではござりません。豊臣と徳川は和議を結びし者の、実情は一触即発。何が火種になるやも知れません。お苦しみを胸に積まれ殿、深きをもんぱかり願わしゅ。何とぞ何とぞ。ヤンベ殿、
いかに大殿の信任厚い貴殿とは申せ、ご主君の無垢な心に一個も与えず、歯に衣着せぬ物言いは、わしらにも肩払いとお存ず。駿府に暮らすようになってからこんなに寒い年は初めて。もうすぐ桃の節句だというのに。クララ様、誰のことを思っておいでです？クララ様がその匂い袋を見つめているときはいつもどなたか思っている。おとうは気づいておりましたよ。ねえ、誰なのです？いい香り。この中には何が入っているのです？前々から気になっておりました。あ、誰か来る。あ、誰です？おとう殿、おくら殿、わしでござる。その声は柳生様。あれはアチャ様では？まさか。アチャ様はまだ京においでのはず。帰ってきましたよ。矢も盾もたまらず。アチャ様、わらわの留守の間にこのようなことになっているとは。おつまげ様、ここにいらしたことがもし大御所様の知るところになれば。案ずるでない。柳生がうまく取り計らい門番を先に返してくれた。二人とも手が氷のよう。おたあ殿、おくら殿、ご両人の刑が定まりました。八丈島に流罪と。流罪。正式の申し渡しは明日、ご出立は明後日にござる。許してたもう、わらわの力が及ばず。アチャ様におかれましては、今日にやらせられてもお二人のことに心を砕いておられましたぞ。実を申せば、おつぼね様から大御所様へせめて命だけは救うてくだされと直々のご請願があってのことでなければ、ご両人とも死罪でござった。これまでご家門のため身を尽くしてくれたそなたたちの忠義、大御所様に上分いたし、罪どうは免じていただきましたが。おた、今からでも遅うはない。そなたが大御所様のおぼし召しに従えば、ここから釈放されて元のように大奥で暮らせるのです。島に流されずに済むのです。
仰せに従いご寵愛をお受けするのじゃ。お情けを頂戴するのじゃ。いいえ、それだけはきっぱりとご辞退申し上げます。何？私は身も心もゼウス様を一人に捧げると父小西行長と約束いたしましたれば、殉教した父を裏切ることはゼウス様をも裏切ること、私には御党よりも死を賜るよりも恐ろしい。お父上が小西行長殿であるという噂はやはりまことでありましたか。浮田様のお屋敷で拾われて以来、おつぼね様には長々と可愛がっていただきましたのに、恩をあだで返すとはこのこと。されどおたあの最後のわがままとおぼしめし、何とぞ何とぞお許しくださりませ。クララ様も私が入信を進めなければこんなことにはならなかった。なんとお詫びしてよいのやら。いいえ、洗礼を受けた時から遅かれ早かれキリシタンがりは奥の女子たちにも及ぶと覚悟しておりました。お母様のせいではありません。我らがぬかずくのはゼウス様お一人だから、この定めは当然のこと。どうかご自分責めずに。おつぼね様、何とぞ我らに憐憫をお納めくださりませ。柳生、取りも通わぬ島なれば物も乏しかろう。綿入れなり肌の物なりを持たせてやれとあちゃ様からのお言葉により、ご両人のために今日にてあつらえさせたもの。頂戴するがよい。おつぼね様、ほかにも入り用のものあらば何なりと柳生に言うがよい。どうじゃ、ほかにはござらぬか。柳生様、形見のロザリオを探していただけませぬか。ロザリオ、我が父小西行長の形見にございます。形見の品とで探し出すに心当ては。関ヶ原の河川の折、浮田様のお屋敷に囲われていた猿お大名の若様にお預けいたしました。浮田の屋敷、それを身につけていれば生き別れた母様にいつか必ず再会が叶うと申し添えて。何？生き別れた母とな。もしやその若君とは伊達政宗様のご長男。何？伊達の若君は昨年の暮れ大阪三人の先行として伊予の板島を拝領いたした。え？間もなく大門の裏よりご出世いたすことになっておる。いつでございます？確か弥生の5日。何としてもそれまでにお返しいただかなければ。下が若君が今でもそのロザリオを所持しているかどうか。持っています。その方はきっと。奥良殿、なぜそなたにわかる？私も母でしたから。はぐれた親、はぐれた子を探す気持ちは痛いほどようわかるのです。さりとてロザリオはご禁制の品、家臣の手前たとえ所持していたとしてもおいそれとは返すまい。おつぼね様、叶える手立てはございませぬか。
おとは一生の願いにございます。ロザリオさえあれば、若君にさえ会えれば、もう他には何も望みませぬ。なるほど、折に触れ政宗殿がわらわの部屋に足を運ばれたわ。芳しい香りに引かされしか。愛縁起縁とはこのことよの。これから一芝居歌つばなるまい。一芝居ダー殿、そのロザリオについてもっと詳しく聞かせてはくれぬか。色、形、特に際立った目印などなかったか。どうじゃ、どうじゃ。Thank you.